テレ東。香港警察は今日、香港国家安全維持法違反の疑いで元立法会の議員を含む民主派53人を一斉に逮捕しました。我哋西格兰总区重案组 E A 组勾结嘅高级督察，嗱呢个委任证，三后面住我同事都系带上个委任证嘅。嗱，因为依家你咧涉嫌咧就违反国安法，颠覆国家政权罪。呢张咧就系西九龙裁判法院签发嘅搜查令。香港のメディアによりますと、逮捕されたのは元立法会議員の林卓廷氏や胡椎氏、民主派の予備選を取り仕切った香港大学の戴耀廷元准教授など民主派の主要な政治家のほか、若手の民主派グループのメンバーも多数含まれています。去年9月に行われるはずだった立法会選挙に向けて、民主派が7月に実施した予備選に絡み、国安法に規定された国家政権転覆の疑いが持たれているということです。中国側はこれまで予備選が香港の法律で定められた制度ではないことを理由に違法と断定し、過半数の議席獲得を実現し立法会の主導権を握ろうとする民主派の動きが国家政権転覆罪にあたると指摘していました。また香港のメディアによりますと、香港警察は民主派の予備選に関与した団体で会計を担当しているアメリカ人弁護士のジョン・クランシー氏を逮捕しました。ただ民主派およそ50人が逮捕された今回の事件との関連はまだ分かっていません。